どうしております。ということで今日なんですけど、アレッジから 22SS2 回目か3回目、3回目くらいかな、デリバリーございました。ご紹介しようかなと思います。今回はね、シャツ、デニム、スウェットパンツ、こんな感じでございます。どれもね、今すぐ着れるアイテムかなと思います。はい、まずシャツですね。オープンカラーの長袖のかつストライプのシャツですね。はい、グリーンとホワイト、そしてホワイトとグレーのタイプでございます。ちょっと珍しいですよね、色合い的にも。はい、入ってきました。こちらと、デニムですね。はい、ドロン、定番の貸してるね、もうセミフレアデニムパンツでございます。今季のカラーリングはこういった感じでございますね。ちょっとウォッシュが強くかかったブラックデニムと、青みの強いね、ブルーデニムっていう感じでございます。はい、で今季はね、ちょっとこのセンターにね、こういったラインが入ってますね。スーッと、まあ、ちょっとクリースみたいな、入っております。ちょっと色味がね、また今季変わっております。はい、そしてスウェットパンツが3色ですね。グレー、グリーン、ブラック、こんな感じです。まあ後で履きますけどもね、ストレートのシルエットでございますね。だから非常に履きやすい、これも今すぐ、履けるんではないかというアイテムになっております。はい、じゃあちょっとシャツから着ます。グレーの方です。着てみました、どうでしょうか。最初に言っときます、こちらサイズ3でお値段26,000円でございますね。値段も素晴らしいですね。値段もいいですね。はい、こんな感じです。形はね、ボックスシルエットですね。ちょっとまあ身幅が広めで、まあこう裾もスクエアで、ボックスの感じのシルエットですよね。まあ、ちょっと全体的にはね、少しゆったりかなと思います。これサイズ3なんですけど、まあ、ちょっと肩も落ちてね、まあ、全体的にリラックス感のあるような、シルエットでございます。どうですか、グレー。珍しいですよね、グレーのストライプってね、あんまないのかなと思いますけども、なんかちょっと若干パジャマシャツっぽさもあるような感じでございますね。まあ前開けるとこうですね。まあ前開けた方が好きだな。このちょっとライトグレーというか、うん、薄めのこうグレーの感じでございます。良くないですか。はい、なんでもこういうちょっとオレンジとかね、色物のアイテムと合わせるとよりいいのかなと思います。はい、で生地感はね、あのツルツルしてて。非常に上品ですね。上品な風合いでございます。少しね、ドレッシー寄りな感じ、きれいめな生地ですね。うん、カジュアルな生地というよりはツルツルしていて、はい、少しこうきれいめな感じの、生地感かなというふうに思います。はい、なんですけど、まあそこまでこの何ですか、アイロンでパリッとさせて、着なくとも、まあ、ちょっとこうサイジングとかそういったところがね、少し抜けてる感じなので、肩の力抜けてる感じなのでいいのかなと。まあ、このきれいめな生地とね、このシルエットというかパターンのバランスがやっぱ非常にいいですね。これも今すぐ着れるんじゃないかなと思います。はい、グリーンもおすすめですね。グリーンもね、このグリーンの色味が、ちょっとこう抑えめなんですよね。なんでね、非常にこれはあの着やすいんじゃないかなと思いますし、はい、ちょっと抑えめなんですよね。そんな感じです。じゃあちょっとデニム履きます。はい、デニムですね。ブラックデニム履いてみました。はい、最初言ってきます、こちらブラックでサイズ1、お値段が3万円でございますね。はい、はい、まあ定番の、はい、形自体はね、いつもと同じですね。若干裾にかけてフレアっていうね、でレングスもちょい長めっていうイメージでございます。非常に形綺麗ですね。形綺麗、
でございます、はい、スリムめではあるんですね。で一応参考までにこのグリーンのねストライプのシャツ合わせてみましたけど、どうでしょう、これよくね、このグリーンとブラックデニムみたいな、いいでしょうということです。はい、でブラックの方はねちょっとこうウォッシュが結構、しっかりかかっていて、いる感じでございますね。でね、あの変更点としてはね、裾ね、裾のステッチがねちょっとこういう感じになってますね。前もちょっとこう、幅が狭かったんですけど、少しこう幅を持たせてるような感じ。あと、はい、こういうクリースが入る感じでございますね。定番です、定番ですね、定番の形でございます。今季はい、ブラックデニムが登場ということでございます。いいね、この感じ良くないですか、この合わせね。はい、なのでちょっとデニムお探しの方はおすすめです。じゃあ最後ちょっとスウェットパンツ履きます。はい、最後ですスウェットパンツですね、履いてみました。どうでしょうか、グリーン、そして、最初に言ってきます、こちらサイズ1でお値段3万円ですね、はい、どうでしょう、形はねストレートですね、ストレートって感じかな、うん、でまあレギュラーかな、レギュラータイプのシルエットって感じかなと思いますね。細すぎず太すぎずの感じですね。いいでしょう、形がね程よい、ちょうどいいんですよねこれ。でまあやっぱ当たり前ですけどね、スウェットパンツなんで履き心地が最高ですね、めちゃ楽なんですけど、一応ねこれベルトループとかついてて、はい、あのねだらしなく見えないですね。まあゴムも入ってて紐も入ってるんですけど、はい、ウエストに紐も入ってるんですけど、このベルトループとかついてるっていうのがなんかちょっといいね。だからまあベルトしてもいいんですよねこれね、普通に。まあなんでまあちょっとアクセサリー的な感覚にはなっちゃうと思うんですけど、実質ね、いいと思います。汚れ、このグリーンいいですね、グリーン、はい、ザ・グリーンというよりはちょっとこうトーンで抑えてる感じの、深みのあるような感じの、グリーンでございます。形はね、いいからこれあんまこうだらしなく見えないし、あんまスウェット感がないというか、スウェットスウェットしてないというかね、いいですね。この裾にもね、これリブがあったりしないんで、はい、その辺がちょっとトラウザーズ感がある、はい、あと2色ね、ブラックとちょっとアイスグレーみたいな感じですね、はい、こんな感じです。このグレーもね、あのいわゆるスウェットのグレーじゃなくて、こういう、あい霜降りのというかじゃないね、こうちょっと寒色寄りのアイスグレーみたいなの感じもいいです。ということで概要欄にリンク貼ってきますので、ぜひともチェックしていただきたいので、基本的にサインがございませんのでよろしくお願いします。はい、そんな感じです。では